本当にまあ昨年は悔しいダービーだったので、まずはそういうところを踏まえてしっかり気持ちを持って臨んだんですけど、やっぱりそれ前半2点取れたっていうのが一番大きなことで、後半はどうしても持ち込まれてしまって、その中でみんなでまあ体を張って守ったっていうところで勝ったんですけど、やっぱ後半の内容をもうちょっとどうにかしていかないとこれから苦しくなると思うので、そういうところが課題だと思います。まあダービーには勝ったんですけど、順位はまだまだ下の方なので、もっともっと上に行けるようにまず勝つことだけを考えてやっていきたいと思います。本当にまあダービーに勝って、これからもっともっと勢いを持ってやっていきたいと思うので、でまあ次のダービーまで全部勝つ気持ちでやっていくこうと思うので、応援もよろしくお願いします。